強くて、その相手に対して、まあ、自分はどういった勝ち方を今のところイメージしているでしょうか。Another question to Mikuru is Asakura is what do you think Karimov's strong points are and how do you feel on beating him? まあ、気持ちも強いし体も強いですよね。レスリング力が高い選手だなっていうのは思います。まあ、なんですけど、まあ、俺の腰が重いんで、テイクダウン入れば入るほど、まあ、だんだん疲れて後半で、まあ、俺がどんどん打撃でプレッシャーを与えて勝つんじゃないかなと思ってます。Vugar is a very strong。オリコンニュースの五十嵐です。引き続きミクル選手にお伺いしたいと思います。前線の牛久選手との試合から、わずか3ヶ月での、復帰戦となりますけども、そこの準備という部分に関してはいかがでしょうか。Question to Asakura. Your last fight against Ushiku was 3 months ago. It's quite a short turnaround. What do you think about this time period of preparation? まあ、怪我は全くなかったんで、追い込んでるまま継続できるんでよかったんですけど、まあ、社長がね、スーパーライジンを立ち上げたもんだから、もう俺が出ないといけないかなと思って出てきました。So for me, I